はい、皆さんこんにちは。今日紹介しますのは宇宙刑事ギャバンと、シャリバン、ね、シャリバン、ここに映っているのがキャラウィールですね、なんか今一つができないような気もしますけども、こちらの方はですね、なんだろうね、食玩だと思いますね。食玩、なんかチョコレートかなんかのおまけだったのかな。なんかその辺は記憶の彼方なんですけども、もはやどんなパッケージに入ってたのかもわからない、まあ、これねプラスチックの塊みたいなもんですわ。なんかメッキのプラスチック、こういうのはね、ガチャガチャとかじゃね、このメッキの感じっていうのは出せないもんですからね。これはこれで、チープ感はね、やっぱりこの顔の造形とかをどうよっていうような、ね、そういうのを求めちゃうと、どうよって感じにはなっちゃいますけども、まあ、メッキで嬉しいね。本当にあの宇宙刑事もの見てた人なら分かると思いますけどね、こういうメッキの豪華なスーツの時と、なんかゴムのペラペラみたいな、なんかアクション用のスーツの時の落差が激しくてですね、どっちかっていうとこうメッキとかこの金属的な感じの光沢のが出てくるとちょっと嬉しいなっていうね。まあ、劇中ほとんど、こういったメッキのものっていうのは出てこないんですけども、たまに出てくると嬉しい嬉しい嬉しい、まあ、当時の特撮のお約束ですよね。ああ今日はスーツの、いい方使ってないなとか、なんか今日もスーツがボロボロだなとか、今日はスーツ新調したのかな、そんなことばっかり気になっちゃいますけども。それでこちらキャラウィーズの方でね、乗り物の名前までは忘れちゃいましたけどね、これもですね、なんかこの、キャラウィーズバージョン違いがあったりなんかします。まあ今日なんでこんなもん出してきたのかと言いますとね、あの千葉真一さんお亡くなりになってしまったということで、ご冥福にお祈りいたします。ちょっと残念ですよね。千葉真一さんと言いますとね、昨日 の、この私の大好きな里見八犬伝ですとかね、よいしょ、なんだろう、あこういったね、復活の日、これでもね、いい役、いい演技してんですよ。あとはね、なんかもうヤクザものかなんかでね、千葉真一さんね、いい役やってましたね。大体がね、なんかね、字が書けない、ね、字が書けないからお前書いてくれよなんて、なんかそういう、なんかそういったあの刑務所の中で誰かに字書いてもらってたりとか、自分で字を勉強してたりとか、なんかそういう、ね、ヤクザの役をやってたっていうのをちょっと思い出しますね。なんかね、違ったかな、なんかあとはゴルゴ13なんかもやってたと思いますけども、あれはねちょっと大昔に一回見たっきりなので、なんともなんともですけども、まあ結構好きな役者さん、最後に映画館で見たのはキルビルかな、キルビルでギャバンと一緒に出てきた時はね、おーってね、嬉しかったですね、ちょっとね。ということでですね、今日はちょっと2人並べてるんですけども、ちょっとね消化不良、この食玩の時もそうなんですけども、確かねギャバンとシャリバンだけで終わっちゃったような気がする。シャイダーあったのかな、まあねシャイダーあったのかもしれないですね、食玩ですから。こちらのキャラウィールに関しましては完璧に、なかった、ちょっとね、入れ替えお待たせしました。まあ、誰も待っていないっていうんですけど、これキャラウィールなんですけども、宇宙刑事っていうのはですね、3部作なんですね。ギャバンがいてシャリバンがいてシャイダーというね、ブルーの、ね、メタルヒーローがいるはずなんですけども、ブルーが出なかった、残念。もうこのやっぱり人気がなかったのかもしれないですけども、バンダイさんもね、こういうものを揃える人っていうのはやっぱりこの3体揃えたいわけですわ、ね、やっぱりこのギャバンがいたらシャリバンがいて、シャリバンがいたら、まあ、シャイダーがいると完璧だったんですけども、2人で終わっちゃって、なんかね中途半端な揃え方しかできない、ね、これはちょっとね、なんかなんとかしてほしいなって、もうちょっとなんですからね。もうキャラウィールのね惜しいところは常になんかいいところで全部揃わないっていうところが、この、なんともなんともですわ、ね、これだけじゃないんですよね。キャプテンスカーレットのシリーズなんかやっ
たとしても、このこれしか出てこない。いや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 、キャプテンスカーレット車いっぱい出てきたでしょう、ね、あんだけいっぱい車出てるのにこれだけで終わっちゃう、なんでっていうね。ということで、あの動画ちょっと途中でぶった切っちゃったんですけど申し訳ない、話が全然なんかキャプテンスカーレットの話に行って、なんかこれも欲しかったあれも欲しかったみたいな話になっちゃったもんですよ。まあ、とにかくですね、キャラウィルさんとかバンダイさんのね、この途中でやめたっていうのはやめてですね、たかだかね、ギャバン、シャリバン、シャイダーってね、3作品なんですからね、3つなんですから3つぐらいなんとかしてよねっていう、もうそういうところが欲しいなっていうね。やっぱこの2つだけだとなんかね、なんかこの、残尿感があるというか、なんかこのなんか揃えた感が全然しないな、だったらこれいらないや、なんかね、ギャバンだけで良かったんじゃないのかなって、あらら、いろんなものを首が取れてた、もうそんなような感じもしないでもないので、はい、そんなところでね、千葉真一さん、本当に大変残念でしたね、本当にこのギャバンに出てきてくれた時はね、本当に嬉しかったんですよ、なんかね、大物が出てくれるっていうだけでもね、やっぱり作品に深みが出ますからね。それとなんかね、本当に親子って感じがしていてよかったなって感じ。まあそんなところで宇宙ケーキギャバン、ね、画期的な番組でした。それではまた失礼します。